さあ、今日のドキドキの1週間でしたね。はい、ありがとうございます。嬉しいですね。お気に、はい、手振りながら今日も元気で出勤やと思います。見ていただきました。いってらっしゃい。ありがとうございます。ありがとう。さあ、今日のドキドキの1週間でございましたけどね。ちょっと珍しいテレビの番組があったんですよね。ここに控えてまいりましたね。大変真面目な番組でね、まあ、時々ご紹介申し上げてますように、僕、まあ、時間がないもんで悪いですけど、民放さんを無視してね、公共放送さんしか見てないんですけども、その公共放送さんの中でもですね、昔教育テレビというか、今 E テレっていうんですかね、地上 D の021というチャンネルなんですけども、これの6月の20日の日曜日にね、ユニークな番組見たんですよ。これ皆さんぜひとも教えしておきたいなと思ったんですけども、23時30分から30分間の番組で、サイエンスゼロという、ね、科学番組ですね。科学の基づいた、まあ、ちょっとユニークな話題とか、そんなのを真面目に、まあ、ちゃんとしたゲストの方が来て夜をしっかり見られる番組やということで、そのタイトルが、はい、なんとちょっとショッキングでしたね、うん、おっぱいの科学。ドキッときます。なんじゃないなと思ってね、僕特になおっぱい割と執念持ってますのでね、はぁーって言われますけど、好きそうな雰囲気で、いやいや、すいません、おっぱいの科学、神秘の液体と、あ、母乳かと思ってちょっと安心したんですよね。これがね、ちょっとね、この番組朝からやる話題ちょっとおかしいですよね。おっぱいの科学、神秘の液体の謎に迫るという番組、これ何やろうなと思ってね。で、まあ、告白いたしますと、僕はまあ昭和14年1939年の7月の1日に生まれまして、まあ、最近82歳になって2歳と言うてるんですけども、残念なことに、まあ、何が残念や言うても、こんな残念なことはもうどうしようもないんですけども、出産の時にちょっとした病気というか事故っていうのがあって、まあ、田舎のことでしたし、当時出産というか大きな、まあ、一つの、なんかまあ事故が起こる病気の病気じゃないんですけどね、やったんですよね。で、三尺熱と言うてました。何のことはわからないですけど、うん、それに母親がかかりまして、出産してからと、まあ、母親も精神の境をさまようたんですね。で、僕の方はとにかくおっぱいが一滴も飲めなかったんですよ。それで、まあ、番組見てますとですね、人間のおっぱいにはなんか免疫機能があるとかですね、抗体がお母さんからもらえるとかね、いろいろなことが出てきて、その辺はちょっとしようとしたんですけどね、まあ、それにしましても一滴もなしに人工栄養を育ちました。粉ミルクってやつですね。これも当時は大変珍しかって、田舎としては大変やったらしいですけども、まあ、いろんなところに八方手を尽くして、粉ミルクはまあ手に入るようになって、それでまあ82歳まで生きさせてもてるということなんですよね。そんなことがちょっとまあトップにお話しておきますと分かりやすいと思うんですけども、哺乳類はまあ6万種とか 何万種とかいうらしいんですけども、まあ、地球のありとあらゆるところに住んでますもんね。そうですね。まあ、南極から北極から極寒地帯から始まってですね、まあ、赤道直下のね、アフリカのサバンナとか熱帯雨林の中で哺乳類は暮らしております。そして暮らしておるだけと違って出産をしてそこで繁殖してるわけですね。まあ、言うてみたら今はやっぱり地球が哺乳類の世の中と言われてるのもそういうことやと思いますね。まあ、寒いところで、まあ、いる生物他にもおったり、暑いところでね、ワニさんなんかいてはたりする、行ってたりするんですけども、ワニなんかでもですね、今度は寒いところ持っていったら繁殖ができないですよね。水があってあったかい温度があって、まあ、やれるということで、まあ、そういうことでチェックしていくと哺乳類の凄さが分かるんですけども、その哺乳類はなぜこんなことができるかというとですね、はい、これがそのおっぱいなんです。おっぱいがあって、それで子供を大きくしてからこれができるんですよね。まあ、例えばもう本当にもう番組の中でタテゴトアザラシというのが出てきたんです。これはもう本当に寒いところにおる、もう氷のもう張ったところに暮らしているアザラシなんですよね。で、出産自身が氷の上でやるって言いますからね。あんな寒いとこで冷蔵庫のね、氷温室で出産するみたいなもんでしょ。生まれたてで寒いとこに。そうなんです。誕生するんですって、やっぱり。そうなんです。で、それもこの生まれたてで誕生してですね、授乳期間が2週間ぐらいしかないっちゅうんですよね。スパルタですか。スパルタっていうかね、もう要はいろいろ理由があってこうなってると思いますけども、で、そやからそれがおっぱい大きくなる、もうそこに言うんですからね。そのおっぱいと
例えばもうカラカラで乾燥した時に、まあ、僕もまあ何回か行きました、アフリカのサバンナですよね、あこでおりますキリンさん、うん、これもやっぱりね哺乳類でおっぱい大きくなるんです。でそういう、まあ、言ってみたら極寒のところとかものすごい乾くドライなところとか、まあ、それとまあ人間もそうですよね、まあ、そういうような哺乳類全体は全部おっぱいで大きくなるんですよ、うん、もうそれは分かったんですけども、なんかそれでね、まあ、哺乳類のおっぱいの共通点としては全部入ってる要素としましてはね、まず水分がある、うん、水分の次に糖分ですね、これエネルギーの源でしょうね、そしてまあタンパク質があって脂質があると、こんだけが全部人間であれアザラシであれキリンであれライオンであれ猫であれみんな共通してるもんやもんなんですよ。ところがそれが面白いのは住んでる場所によってその成分に大小があるんです。比率が違う。比率が違うという、例えば先ほどご紹介いたしました、別に司会してるわけないや結婚式みたいになってるです。縦子とアザラシ様でありますが、この方はですね、これね、めちゃくちゃ脂質が多いんです。おお、脂っぽいんですか？脂っぽいんですよ。もうかなり脂っぽくてですね、なんかチーズケーキがドロッとしたような、そういうような感じのおっぱいでした。試験管でこれ入れて見せてくれました。でこれが面白いのは、その昨日ちゃんあのこの番組のゲストに来てはったのおっぱい博士と言われてる人がおるよってね帯広畜産大学の浦島先生という名前もいいですね。本当ですね。ね、浦島太郎さん思い出してお顔見てましても、そういうふくふくしい顔してありました。この辺この人何十年となっておっぱいをずっと研究してあるらしいんですけど、まあ、その人がゲストに来てね、まあこの番組が進行したんですけども、その人がまあ持ってってくれはったサンプルだと思いますけども、女性のまあ方がそれをね、持ち上げてみてありましたけども、ドロドロなんです。バターをね、バターをフライパンの上でずっと溶かしたみたいな状態で、これなんでこんなに脂質が多いかというと、まあ氷の上で出産するということと、赤ちゃんにはほとんど皮下脂肪がついてないという、しかも2週間ぐらいでその皮下脂肪がないともう中まで凍ってしまうような状態なんで、一刻も早く、まあ言うてみたら、まあ何て言うんですか、その中に入れるような感じでですね、やらんと命がなくなるということで脂肪をドロドロを飲ますわけですね。そういうように、まあ非常に面白いでしょ、これびっくりしましてね。ほんならこのキリンさんはどうや、キリンさんはこれと逆でね、なんとスカスカです。ほとんど水分なんですよ。おお、そうなんですか。うん、これ何やろうなと思ったら、これはですね、やっぱりドライな、そのいわゆる気候ですね、ほとんど水気のない、まあ生まれるシーズンが特に寒気なんかに至りますとですね、これもうどこ探しても水がない、水探しのために、まあ、動物がフラフラと歩き回るような時期ですね、そういう時にもそれも裸の状態でボトンとこうね落下して生まれるんですけども、あの落下も大変だと思いますけどね。なんか見たことありますね。ねえ、大丈夫かな、ちょっと受けたらない、受けたみたいになりますよね、下行ってね。うん、まあそんなにドンと落ちるんですけども、落ちてからもすぐにまたゴトゴト立ち上がって、お母さんの乳首にしがみついてますわね。で、その時どんな乳が踊るかというと、割と水気が多いの。で、これは何かというと、水分が即乾いた天候でですね、薄いキリンの赤ちゃんの皮膚から奪われてしまいますと、もうそれが干物になってしまう。だからその同じ哺乳類のおっぱいといっても、もう北の国の、まあ、いわゆる海の中で育つ、まあ、鯉の上で育つようなタイプの動物は脂肪のドロドロの濃いおっぱいですし、まあ、ああいう水が少なくて即水分がいるところにの生物は、まあ、水っぽいものを飲むということなんですよね。でそういうていくと、今度ほんなら人間はどうやということになりますよ ね。人間やっぱりこの言わんだ感じ、僕が一番気にしているのは自分がおっぱい飲んでないということでも人間やったんですけどね。で人間のおっぱいというのはですね、これ今言ってました水分と糖分とタンパク質と脂肪がありますね。このうち桜山さん何が多いと思います？何ですかね。パッと言ってください。もう考えてることないですよ。あ、わかりました。ボーンといきましょう。じゃあ、はい、タンパク質。なるほど、わかります、ね、その意味もようわかります。はい、やっぱりタンパクというのは脳を作るときにいりますしね、いろいろあるんでしょうけども、実はそうじゃなしにですね、お砂糖、糖分なんです。
砂糖ではないんですよ。砂糖の中も。甘いんです。甘いんですか。甘いと言うてました。飲んでみた人とかね、黄色っぽい色がついてやや甘い言うてましたね。あの飲み役の女性の方からおっしゃったんですけど、でそれでそのおっぱい先生がそれは実は糖分なんですって言ってましてね。でなんでその糖分が多いかということは MC の男性の方が紹介してみてはったんですけども、実は人間というのはまあいいもありも含めて脳で生きてる哺乳類だと。できもう生まれたての時からですね、一番たくさんエネルギーを使って一刻も早く完成させないかんのは脳の組織やという。で脳を生かすために脳の燃料としては糖分なんですよね。それがドカンとあってあっちゅう間にそれなりの、まあ、脳の、まあ、育成ができるようにですね、糖分がドーンとあるというんですよね。ああそういうもんかと思いましたよね。で、まあ、その糖分の中のいろいろ成分はいろいろ難しいことがあったんですけども、まあ、そんな感じで人間は糖分で、キリンは水分や、うん、先ほどの寒いところの海の獣物はですね、これは脂肪や、うん、同じおっぱいでもこんだけ違うんですよね。すごいですね。で人間は初めの方はね、初めの方のおっぱいはね、非常にその糖分をダーンってやって馬力つけるわけですね。でしばらく経ってくるとだんだんタンパク質が増えてくるんですよね。でそれは何か言うと、指導、いわばエンジンのかかった脳の内容を充実するために今度タンパク質がいるだということになって、その時期によってあるいはその生まれてくる何ちゅうかね、その、時期ですね、時期と組織がだんだんできてくるプログラムによってですね、すごい初めからちゃんと決まってるわけではないんです。でキリンなんかでもそうですね、長いこと急に飲んでね、水分がね割と少なくなる時期があるんですね。でそれは何かというと、あのキリンというのは授乳をしながら離乳食食べるらしいですね。で離乳食というのは草でしょ。で草を食べるようになるとそこから水分が出てくるから、お母さんはそんなに水分に気使わんでもいい、むしろ他のものに使って体の組織を作るためのものが混じってくる。びっちりとそのプログラムという細かいところまでなっているというね、これがそのタイトルにある場所神秘ということが出てくると思いますよね。本当にすごいです。はい、これ全部 の生物って哺乳類に全部そういうようなプログラムがあって、でそれは何でできるんですかって質問があったら、おっぱい博士さんは遺伝子やと。そんな遺伝子どこにそんなやつが情報が入ってるんやったら DNA っていうんですか、この辺なんてさっぱり分かりませんけどそういうものがみんな持ってるらしいですね。プログラミングされてるんですね。それしかも細胞の小さな細胞の中に全部入ってるって言いますから、もうこうなりますとちょっとまだ現代の科学でやっぱり生命は近づくものを作ることができへんなっていう気になりますよね。そんなところで、面白いもんやなと思いました。でこの面白さというのは皆さんとも共有したいなと思って、今日こんな話を取り上げたんですけどもね。それでね、この先生面白いこと言うてはりましたね。数十年というか20年とか、それぐらい北海博士と言われるぐらい、北海道の大広畜産大学の先生なんですけども、30年以上使ってました、はい、ありがとうございます。30年以上使ってやってるらしいんですけども、その人の仕事としては、それ一番大事なのはだから、この頃割と粉ミルクで大きくするお母さん、人間の話がありますね。で僕みたいなのは全然おっぱいないのもおりました。そういう人にできたら粉ミルクのような状態でですね、人のその、遺伝子も入っている、遺伝子というかそのプログラムが入っているですね、ものを入ったような、そういうような粉ミルクを作るというのが目的でありましたね。でそれでもだんだんできてかけてきています。それもすごい進化ですね。こうなりますと、しかし僕もなんか女の大気が大きな病気もせんと大きくなりましたからね、それなかったももちろん大きくなるんですよ、ちゃんとなるんですけど、そんなことがあったというのも面白かったし、それともう一つはね、もうあと時間もないんですけども、動物園からねいろいろ依頼が来るようになりましたね。例えばスナメリの赤ちゃんができたと、それでお母さん初め1日2日ちゃんとおっぱいやっとったらしいんですけども、いろんなお母さん見てるのあれなんだけどね、もうあと育児を放棄するってことで、そうなりますと元気なスナメリがもうお母さんのおっぱいをもらえへんってことで、このまま置いといたら死ぬということになって、そうです、ね、動物園としては例えばいろんなその粉ミルクを試すわけですね、犬の粉ミルクが一番向いてるということで、犬用の粉ミルクあるらしい、これ知らなかったけど、
でそれやってるんですけど、それだけではどうもやっぱり犬とスナメリは全然ちゃうからということで、おっぱい博士のところへ分類をね、スナメリのお母さんのおっぱいを送ってきて、犬のおっぱいに不足しているのは何かということを調べてくれという依頼があったりしましてね、そういうこともこれはサブの仕事でしょうけどね、私の仕事の一つやっていうようなこともおっしゃってましたですね、大変なんかショッキングな題でしたけど、内容は超真面目で、なるほどこういう方かと、確かに神秘やなというような感じがする面白い番組でしたね。皆さん科学番組も結構面白いです。あまり経験せんとですね、見ていただきたいなというような感じはしております。以上です。